ス10分ポッドキャススタート。毎日ポッドキャス始まるよ。あれ、バイバイかもしれない。皆様こんばんは。鹿児島県会議員の宇都恵子と申します。今日はダーナちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。今日は12月の何日だ、6日かな。なっちゃんが新聞見てくれてありがとうございます。 S さん、息子はね、今ちょっと泣いた気がしないこともないけど大丈夫な気がする。ありがとうございます。オーレさん、レオナさん、まっちゃんさん、こんばんは。松島さん、新聞記事見たと言ってくださってありがとうございます。今日4日。誰6日って言った人、もう私です、すいません。はい、明日から一般質問が始まります。森本さんもコメント、ツイッターのコメントありがとうございました。嬉しかったです。あれは走れメロス的なやつですか。ではちょっとこう教養が浅すぎて分かんなかったんですけど、なんか過分なコメントいただきましてありがとうございます。清志郎さん、ありがとうございます。一期生に聞くということで3番目に掲載していただきました。なんかね、秋丸さんは1日目に掲載されたらしいんです。あれ、あいうえお順だな。秋丸、内田、宇都だもんね。そうだそうだ。S さん、いっそのこと息子くんと同じところで配信しても良いですよと言ってくださりありがとうございます。でもこんなペラペラ喋ってたら息子起きるからな。それはダメかも。そうなんです。南日本新聞で取り上げていただきました。新人議員の12人をみんなの取材してですね、記者さんがですね、はい、割とですね、激しめの受け答えしちゃったなと思って、結構なんか、ああ、やっちまったかもしれないと思ってたんですけれども、特におおむね女性からはですね、高評価の、をいただきまして、よかったのかなというふうに思っております。違った、なんかほら、なんだっけ、一番最初のコメントがなんかそれっぽかった。オリジナルソングがバズったら嬉しいな、ありがとうございます。そういえば川内宏さんの凱旋ソングもあって、でなんか私ね、まだ聞いたことないんですけど、好評ということで伺ってます。なっちゃん、あのひそひそ声配信復活か。いやいや、それはしない。あって、あれ聞くのしんどいですもんね。ごめんなさい、ほんと付き合ってくださっててありがとうございました。あ、森本さん、たくさんありがとうございます。レオナさん、飲み会のこと、そうそう、昼の会議で活発化を望むとか、飲み会のこととかは結構女性がね、わざわざ LINE くださったりとかして、その通りだと思いますって言ってくださって嬉しかったです。はい、 S さん、市議選に出る4人分かりました。松尾さん、向井さん、にぎさん、うかりさんですね。おお、素晴らしい、大正解と、プラス1人、私の一押しというか、秘蔵子、秘蔵子子じゃないからな、秘蔵人がいらっしゃいます。すいません、私も咳してるけど。はい、ということでですね、今日は新聞もそうなんですけど、いろんなイベントがありました。イベントというか出来事がありました。まずは立憲民主党、鹿児島県連として防衛省と県に申し入れをいたしました。オスプレイ墜落のことですね。そちらで地位協定の、日米地位協定の見直しですとか、あとはですね、漁業 の, や皆さんの保障ですとかっていうことにも言及してまいりました。急なことだったんですけれども、
なんとか、作文をですね、みんなで、知恵を絞り合ってですね、知恵を絞り合って、なんか違う気もする、その言葉も。はい、買ってきました。あ、ようこさん、こんばんは。あ、森本さんが非常日といいワードって言ってくださったから、これはいいワードということで認定。やっぱね、本の人だから。ありがとうございます。嬉しい。森本さんに褒めていただくと。で、ようこさん、今日ですね、ようこさんにすごい報告したかったんですけど、すごい嬉しいことがあったんです、それで。ようこさんにいただいたワッペンなんですけれども、あ、動画上げてくれてありがとうございます。すみません、ちょっとまた咳です。なっちゃん、ありがとう。ゆうこさんにいただいてる、お礼日です。念のため。いいんですよ。森本さん日が嬉しいんです。ちょっと待って。ありがとうございます。ですね、なんだっけ。あ、そうそう、即時停戦のワッペンをいつも私カバンに2つ、2枚つけて、で、自分の、ようこさんのワッペンを2枚つけて、自分のやつもつけて、めっちゃうるさいカバンになってるんですけど、あ、パッチ？パッチね。そう、パッチっていうのね、あれはね。でね、今日、ちょっとご相談にのでお会いしてた女性がですね、え、これめっちゃいいですねって言ってくださって、全然そういう人だって私知らなくて、え、本当ですかって言って、いや、なんか SNS とかでもやっても、なんかこう、自分でどういうことができるのか分かんないのでっておっしゃってくださってですね、え、じゃあこれあげます、どうぞ、よかったらもらってくださいって言ったら、即カバンにつけてくださってですね、そう、あげたの、押し付け、で、あげたの。そう、即カバンにつけてくださって、また送って帰ってくるのに直接報告だと思ったら来てくれてありがとうございます。わあ、みんながそのパッチをですね、流行らせていきましょう。お、S さんが、なるほどね。お、すいません。ちょっとやっぱ息子起きてるかも。ちょっと見てきます。皆様すみません。ですね、昨日に引き続き息子起きましたので、今日も めっちゃ中途半端で終わります。明日からいっぱい質問頑張っていきます。ごめんね。ありがとうございましたわ。こんなに見てくださってるのに、無念。また明日。ありがとうございました。毎日ウトキャス。おし。